はい、皆さんこんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、ベテラン弁護士がパワハラということでね、ニュースになっていたのでこれご紹介したいと思います。横浜の法律事務所で女性事務員に男性弁護士が殴られるとごめんなさい、逆です。女性事務員が男性弁護士に殴られるというですね、問題がございました。で、この女性事務員はですね、すでに労災認定もされているということで、この弁護士のですね、実名というのがニュースでは出ていなかったんですけれども、まあ、こういったことがあったと。で、これ1回だけではなくてですね、この女性事務員は2010年からこの法律事務所勤務していて、複数回、しかも原骨で、殴られるというようなことがあったそうです。で、まあ、その年齢で差別するわけじゃないんですけど、80代弁護士ってそもそも何なんだというふうに私は思いますし、まあ、原骨とかなんかこう昭和のなんかやりそうだなというふうにも思いますけれども、まあ本当にですね、なんかなんだかなという気がしています。まあ時代遅れのですね、法律事務所がまだ残っているんだなという程度の感想です。普通に考えてですね、今のこの時代においてパワハラセクハラなんてもうやばいわけですね。皆さん、従業員がですね録音しているような時代なわけですよ。そんな事務員に、しかも女性事務員にですよね、原骨で殴るってもうわけがわからないなと思いました。で、このニュースに対してですね、まあ、他の弁護士さんとかがね、一般的なこととしてコメントしてるんですけれども、実際に小規模事務所っていうのはこういった磯弁とかね、事務局に激しく当たるって結構ある話なんですね。で、私も司法書士業界にいる中でやっぱりね、あの事務所やばいみたいな噂ってすごい聞くんですよ。で、新人の時もね、司法書士事務所どこ入所しようかなって考えてる時に、ブラック事務所一覧みたいなリストもらって、こういった事務、この事務所に入っちゃいけないみたいな理由とか書いてあるんですけど、もうその理由とかがですね、本当パワハラセクハラとかだけじゃなくて、暴力みたいなのとかもあるらしいんですよ。で、実際行ったことないんでね、本当に暴力があるのか分かんないんですけど、この令和の時代においても、この暴力ってあるんだと思ってね、びっくりしました。もう私だったらね、殴られた瞬間ですね、すぐさまですね、警察呼びますけれどもね、まあそういったね、事務所もあるってぐらいで、まあ今回ね、本当こうやってね、まあニュースになってもだってまだあるんだっていうのはびっくりしましたけれども、まあうちの事務所も当然小さいですけれども、従業員をね殴るなんてことは当然しませんし、それが当たり前なわけですから、なんかこういった事務所があるのもまだ驚きです。で、逆に言うと、こういった当たり前のことをね、そんなやっちゃダメでしょって当たり前でとして論じられることをねやってる事務所ってことは、その人たちはですね、なんでやっちゃいけないのか分かんないと思ってるわけですから、反省の色もないわけですから、こういったのはですね、一刻も早くどうにかしなければならないなというふうにね、思います。80代弁護士ね、はい、まあなんでこんなことで大事になってんだろうっていうような感想を持ってそうななんか気がしますけれども、まあ当然ですね、今この時代において仕事をしていくべき人間ではないんだろうなというふうに、思いました。はい、そんな感じで今日はですね、ベテラン弁護士がパワハラということで、ご紹介しました。あ、そうそう、だから私一番ね、こう弁護士がこういった問題に直面するために思うことがあって、弁護士事務所って結構ブラック事務所多いんですね。で、弁護士、労働問題扱ってる事務所ほどめちゃくちゃ残業してるっていう話結構あって、この矛盾ってどうなんだろうなと思います。で、これは別に自分たちは仕方ない、許容しようっていう気持ちでやって、自分たちに甘く他人に厳しいみたいな姿勢を持ってるからこういうことになるんじゃないかと、本当にこれね、ずっと昔から思ってます。パワハラとか残業代請求やりますとか言って事務所に限ってめちゃくちゃ労働時間長いんですよ。はい、こういったところは自分たちから見直していこうということでございました。はい、そんな感じで皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。